米粉で作るピザを作ってみたいと思います。米粉を 200g、 これぐらい、ちょっと大きめのおにぎりですね。おお、入れていきます。ケチャップ、はい、ということで始まりました、ハルミン食堂。いつもこんなオープニングあったっけ、なんか自分で演出しちゃったけども、今回は米粉で作るピザを作ってみたいと思います。イエーイ。自宅でもレジャーでも使えるピザ窯を用意していただいたので、本格的なピザになることを予想しています。初めて使うから、そう、初めて使うからちょっと冒険なんですけども、このね、米粉を使ってグルテンフリーの本格ピザに挑戦したいと思います。じゃあボウルに米粉から入れていくか。米粉を 200g。 なんで米粉なの？米粉はインスタグラムとかでも言っているのではあるのですが、そんなストイックではないんですけど、グルテンフリーの生活をしてて、小麦をなるべく生活する中で控えてるっていうのもあって、 でもピザが大好きでよく食べてたんですけど、それが食べれなくなったっていうのもあって、でも米粉でできるじゃんってなって、ちょっと作ってみようって思ったんです。もうちょっと、200g だから、これを 2倍だよね。難しいですよね、このなんかミリリットルのやつに。ミリリットルでグラムを測るって、だから倍ってことですか、はい、とも言えない。ワンカップ、これぐらいだね。 200g ってこんな多い、まあいっか。で、ここに片栗粉も入れます。片栗粉も入れるのですね。そうか、破っちゃった。固まれしたり、片栗粉の量は、だから 10g。 え、違う、あ、ちょっと待って、入れすぎじゃんこれ。もう分かんなくなっちゃった。はい、仕切り直して、ベーキングパウダーを入れていきますね。ドタバタキッチンですよ、いつだって。小さじ1ベーキングパウダー入れていきます。小さじ1、小さじ1杯。急にね。オリーブオイルをどれぐらいかな。急に目分量。目分量、2g ぐらい、4g。変わった。同じ1って 5g、6g ぐらいだって。小さじ半分で多分より3g ぐらい。小さじ、小さじ1で 4g なんで、小さじ1で 4g。 もう分かんなくなっちゃった。じゃあオリーブオイル小さじ1、さっきの小さじと違うけどいいかな。これぐらい入れます。で、ここにお塩を一つまみ入れます。お水を200一杯分入れます。少しずつ入れてってもいいですか。あ、要はね、はい、生地の様子を、そう、生地の様子を見ながら。やっぱり粉が多かったのかな。いや、全然まとまらないわ。やっぱり粉の分量が間違えたのかな。じゃあさっきのカットで自分の感覚でちょっとまとまってきたなってぐらいまでお水を加えて、少しずつ加えていきます。少しずつね、こんな感じかな。そう、だからこれぐらいなんかまとまってくる。やばくない？大丈夫？てか大体さ、こういうのってさ、分量ちゃんとさ伝えるじゃん。大体まとまってきたらいいんですよ、こういうのは。OK。 で、一回置いときます、この生地。寝かせてんの？寝かせてるわけではない。待っていただいてる。そう、待っていただいてる。じゃあブロッコリーを切っていきます。ちっちゃめに切ります、火が通りやすいように。で、トマトは薄くちょっとスライス気味。はい、で、具材を切って生地を広げていきたいと思います。
今日はまな板にラップを敷いてやるんですけど、お家ではクッキングシートを敷いてやってます。台の上にそのままラップでやるのが初めてなので、打ち粉をいっぱいくっつかないようにします。どれぐらいかな、これはね。あ、そっか、それで1枚になるわけじゃないんだねそう、ちょっと薄めにしますんで、はい、クリスピー調、これぐらい手のひらいっぱい、ちょっと大きめのおにぎりですねぐらいでで、ここにもちょっと打ち粉、丸だもんね。なんかいい感じにできてる、形がいびつですけども、これも愛嬌ということで。ちょっと破れてる様子なんですけれども、本当ですね、ちょっと打ち粉をつけすぎたかも。ふたぎは補強、補強補強です。結構薄めます。そう、なんか薄めが好きなんです私が。すごい、これぐらい、はみ出る、いけるねOK、これぐらいにしとこう。で、ここにオリーブオイルをちょっと敷く。そこにさっきの切ったものを並べていく。並べて、すごいシンプルでいいね。いって、はい。ケチャップはいいんですか？あー、ケチャップつけてないや。いつも使わないから。忘れてた。前回の企画で買ったケチャップを。使う？ハーフとかにしてみます。あ、確かに。じゃあちょっと、はい、仕切り直して、ね、前回ね、ケチャップ買ったんですよ私。え、カメラの温度が上がっちゃった。ちょっといつもはケチャップをベースに塗らないんですけど、今回ケチャップを一角だけ塗ってみよう。結構なんかギュッてしてます、ね、ケチャップ。なんかね、粒が見えるよ。ハーフピザにしよう。ケチャップ味見してみて。あ、甘い。え、なんかスイーツみたいな味がする家で焼くときは釜じゃなくて何でやってるの？オーブンですか？オーブンでやってます。余熱して。だから釜で焼いたことがないんですけど、釜はあれなんですよね、すごい温度が高くなるらしくて、だからよりカリッとする可能性が出てくる。ちょっとだけピザを、ピザチーズを振りかける。チーズは普段だとあんまり使わないんですか？ちょっとだけ乳製品も気にしてたりとかするので、なんかでもゼロだとちょっと食べたいじゃないですか。だからちょっと少量にするっていうのをいつもやっています。はい、じゃあこれで釜に入れていきます。ではこちらのピザ窯で焼いていきたいと思います。で、今余熱をもうしてある状態なので、こちらの方に入れていきます。おお、結構熱が、で、ここに入れていきます。本格的ね、楽しみ。あ、おお、ジューって言っているよ。はい、じゃあ閉めます。で、温度を中と高の真ん中ぐらいにして7分にセットだそうです。7分に戻してセット。なんかもう匂いがすごい焦げてる。これ途中で開けちゃったりしてもいいのかな？大丈夫だよ。マジでね、初めてなもんで使うのが、なんか焦げてるぞねえ、みんな焦げてる匂いするよねはい、ということで、焦げてる匂いをよそに、コーディネートを紹介していきたいと思います。ですね、ピザでこうこねたり、脇のあたりも動くということで、今日は楽ちんな、楽ちんワンピーススタイルになっております。お、あ、ブロッコリー揺れてる。一回ね、ピザを回してあげるといいらしいんだけど、開けてみる。おお、さすが、全然違うんだね。あ、あ、全然いいじゃん。あ、でもくっついてなければ大丈夫だって。あ、本当？じゃあちょっとこんな感じで、はあ、いい感じじゃない？いい感じかもしれない。
ちょっと匂いの種類あか、ケチャップふゆを疲れたぞじゃあ開けてみたいと思います。いい感じ。なんか焦げ目がすごくいい感じ。熱そう。うわ、あ、ちょっと待って。あ、そうだったね。じゃん。おー、これでもう美味しそうだわ。じゃーん。で、ここに今日はね、サラダピザにしたかったから、この上にベビーリーフを、そう、たくさん乗せるの。野菜いっぱい食べたいでしょ。乗せて、全部乗せちゃう。で、ここに大好きな生ハムを乗せます。生ハム大好き。生ハムも乗せていく。ここに、あ、紹介したレモンのオリーブオイルをバーってかけます。そう、たっぷりかける。で、かけて、ここにね、カッテージチーズをちょっとだけ。お店のピザみたい。ね、で、最後に胡椒。はい、完成です。じゃーん、美味しそうにできた。はい、では実食タイムということで、いただきます。じゃあノーマルの方からいこうかな。うん、家でオーブンで焼くのと違う。全然違った。外側はカリッと、中、内側はもちっとがちゃんとできた。ちょっと私たちも、うん、あ、そう、皆さんも食べてみてください。あれ、ベルトさんのオリーブオイルめっちゃいい香り。美味しいよね。これは買ったソースですね。そう、これはトマトソース。ふんふん。どう、ケチャップ。うん、ケチャップも美味しい。はじこせんべいの味する。美味しい。ほんと外側だけで食べるとおせんべい食べる。おせんべいですよね。あ、なんかお米を感じる。今回の米粉ピザ編、いかがでしたでしょうか。乗ってるものも野菜が多くって、で、生地も米粉なので、すごくあのヘルシーなピザだと思うので、ぜひあの皆さんにあの食べてもらいたいなと思います。今後どんな企画が見たいかなどを、コメント欄にてお待ちしておりますので、ぜひ皆さんどしどし書き込んでいただけたら嬉しいです。バイラチャンネルのチャンネル登録もぜひぜひぜひよろしくお願いします。ハルミー食堂だけじゃなくてもいろんな企画があるので、たくさん楽しんでもらえると思います。ぜひチャンネル登録してください。以上、ハルミー食堂でした。